ララまた会えて嬉しいぞ。<laughs> 私もよ、宇宙エツリの即位だけど準備はどう残念ながらうまくいってないハンターの一行が彼の亡きを見つけて届けてきたんだ。残って、派遣してたもう一人のこと弓を探しに行かせた仲間だ。ララ、無理を承知で頼みがある。守護者の弓を探しに行けばいいのね。ああ。 一番の手だれであるザンが失敗したことだから頼みにくいんだがその弓の言われを聞いてもいい女王うぬらテの先祖が作った弓でパン屋の木を削ったものだ代々受け継がれてきたんだが女王は結婚式の日に2つの家が結びついた証としてサイリ様にお譲りになっただが弓は何年も前にナワルに奪われそのままだそのナワルっていうのは動物に変身するという人のことよね そうだ、サイリ様から弓を奪ったやつは外のジャングルをうろついてる。エツリ様こそ弓の正当な後継者だ。そしてその弓がないと王を名乗ることはできない。分かった、場所はどこここから直接行ける。川岸から上に行ったところだ。心配しないで、取り戻すわ。ここがジャングルの入り口ね。少なくとも歓迎はされてないよね。 秘密の場所ですごい宝が手に入るもし生きてたらな何の話通過儀礼さトウモロコシ収穫前の最終試験ってやつだ教団の選手はみんなそれに合格しなきゃならないあんたには関係ないけど <laughs> 私のことを知りもしないくせに言ってくれるじゃないなら戦いの道に行くといいどこまで通用するか試してみな から人が引きずり出されてたの見たでしょ。人っていうか残骸だったの。いいからさ。こんなとこまで来たのがバレたりでもしたら。 よし、戻って弓を宇宙に渡そう。守護者の弓だ。これでパイティは未来を迎えられる。それでナワルとは戦ったのかええ、倒したわ。やつはどんな姿になったジャガーだったわ。おお、ジャガーは最強の姿だ。あなたを強敵と見なしたのだろう。宇宙、このナワルはいつからジャングルにいたのわからない。ただ、子供にはパイティの外に出てはいけないと教えている。だが、アマルが支配してから。 ナワルが活発になったアマルがナワルを動かしてるとああ、我々の動きを封じるためにな。だが、それも終わりだ。あなたのおかげで、パイティティは未来を迎えられる。よければ、王の儀に出てくれないか。それは光栄だわ。そうだ、渡したいものがあったんだ。サイリ様の鎧から取ったものだ。勇気の証として、あなたに受け取ってほしい。ありがとう、宇宙。 王の角笛の音に誘われてこの場に集いし者たちよ新たな始まりをその目で見よう皆の者これより王の儀を始める越里うぬらつぬ息子サイリの息子よ前へ救世主のアミュレットに宿るはあなたの先祖の知恵 その知恵に耳を傾ければ正義と慈悲を持って物事を判断できましょう守護者の弓に宿るはあなた様のご先祖の力その力を敬えば公平さと責任感を持って皆を導くことができましょうそして最後に若きえつりよ御身のうちに宿るは未来王としての役目を行動でもって果たし希望を生み愛を生みたまえ 天より恵みが下るのを待たず己にできることに力を尽くし自らの手で恵みをもたらさんパイティテの民よ大いなる誇りを胸に皆に告げるこの者はエツリうねらつの息子にしてサ恵リの息子そしてそなたらの王だ